北方上空から見た、昇天橋下部と山山頂町から見た組浜湾。湾の奥が、昇天橋昇天橋は、京都府京丹後市組浜町港宮の指す。京丹後市網野町浜詰めから、日本海に面して6から7キロメートル続く、丹後砂丘の砂浜の西端にあり、日本海と組浜湾を隔てる。青少と白砂の美しい景観が1987年に、 日本の松の緑を守る会によって、日本の白砂聖書100選に選ばれるとともに、東帝蘭など貴重な海浜植物の宝庫である。ことから1993年には、京都の自然に百0 0選にも選出され、保護活動が行われている。商店橋の西端にある三徳地商店橋は、日本海と久美浜湾を南北に隔てる湾交差すである。この差すは、最終表記の末期における、 海面上昇で形成されたものとみられ、沿岸流によって、日本海から運ばれた砂が、久美浜湾の入り口を塞ぐように長く伸びた様子が、日本三景、天の橋立てと似ていることから、商店橋と名付けられた。久美浜湾と日本海をつなぐ水路は、水戸口と呼ばれる。水戸口はかつて北東方向に開かれていたが、砂が溜まりやすく船の航行に支障をきたしていた、ことから、 北西方向に改作する工事が1905年に着工され、幅20メートルの水戸口が1913年に完成した。1925年には拡幅され幅30メートルとなった。しかしながら、この水戸口の出口付近には暗礁があったため、1937年に水戸口の途中から北東方面に分岐した新水戸口が作られた。さらに、 1972年に水戸口の拡張工事などが行われた。久美浜湾の北東にあたる葛野浜を中心に、小砂丘、火山灰、新砂丘で構成される久美浜湾の成因を示す。堆積物が分布し、草除の明らかな路頭が見られる。昇天橋を含む単語砂丘一帯は、松と白車のロングビーチが続く景観が1987年に、 日本の松の緑を守る会によって日本の白車聖書100選に選ばれており夏は海水浴場として賑わう商店橋場の旅館街ありがとうございます